これより内閣所管について審査を行います。まず概要説明を聴取いたします。菅内閣官房長官。平成28年度における内閣所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要をご説明申し上げます。内閣所管の歳入につきましては、歳入予算額31億30万円に対しまして、収納済み歳入額は1億4133万円余であり、29億5896万円への余の減少となっております。次に内閣所管の歳出につきましては、歳出予算減額1517億4435万円余に対しまして、収入済歳出額は1389億1000万円余であり、128億3434万円の差額を生じます。この差額のうち、翌年度繰り越し額は62億737万円余であり、不用額は66億2697万円余であります。次に平成29年度における内閣所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要をご説明申し上げます。内閣所管の歳入につきましては、歳入予算額24億480万円余に対しまして、収納済み歳入額は15億2645万円余であり、8億7835万円余の減少となっております。次に内閣所管の歳出につきましては、歳出予算減額1323億17万円余に対しまして、収入済み歳出額は1204億4593万円余であり、118億5423万円余の差額を生じます。この差額のうち、翌年度繰り越し額は64億2696万円余であり、不用額は54億2726万円余であります。以上をもちまして、決算の概要説明を終わります。何卒ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。次に会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院三田第一局長。平成28年度内閣の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。続きまして、平成29年度内閣の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。以上をもちまして、内閣所管についての説明は終わりました。菅内閣官房長官はご退席くださって結構でございます。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。現場